はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデージだってことやな。沢谷茜を、破滅系を今回のコラボの、サムライソードでやっていきたいと思う。こうやったらな、デッキ内 A 出力とマッシュ速が、各6体以上いる場合、デッキ内全員の HP60、アタック200、耐久耐性が100ということで、汚染耐性は食らってしまうんじゃが、なんとかの、これでもクリアできるみたいなんで、なので、リーダーじゃん。そして、だがしかし、名属性なので、場に出すのはちょっと気をつけないといけない感じで。そして、A 種族と、魔種族なので、上の段は、なんだろう、戦争マンコラボか。戦争マンコラボの3体。戦争マン、パワー、このステップ、パワー&デイジ。デンジか。デイジやん。デンジ。そちらは、回復持ちで爆絶強力な攻撃をしてくれるやつと、こやつも爆絶攻撃、そして回復をしてくれる、戦争マン。そして、2段目は、こやつは、デッドリース。こやつは、何のコラボだったかな。我らが魔人王の名のもとに、ブリタニア制圧を開始する。7つの大罪だったかな、これ。の、コラボキャラじゃん。そして、今回のコラボで手に入る、永遠の悪魔。そして、ケンカーム。こうやったらな、聖ユニマ。で、単一通貫テーマの言葉を作った場合、HP を回復してて、全体攻撃もしてくれる。ので、左右じゃん。そして、これ、マルバス。こうやったらな、ドロー時に、魔種族のアタック強化と、このターン受ける、味方のダメージを軽くしてくれるのと、HP が1ってくれるので、こうやってか、すご技じゃなくて、技発動でも、かなりの回復力があるので、なので、入れてる感じや。交換、キャラなんでな、みんな、手軽に手に入るキャラクターなので、交換して、使うと良いぞ。そして、エガリア・インナンナ。こうやったらな、聖ユニマのアタックを強化してくれて、単一通過で全体攻撃、全体攻撃じゃない、全体デバフをしてくれるんだよ。デバフ要因としても使えるので、入れてる感じや。そして、イニシアアーサー。こうやったらいいという言葉が使えて、HP も回復してくれるみたいなので入れてる感じや。そして、二回の壺。こうやったらな、9回ランダムで攻撃してくれて、ドロー時に火属性のアタックを少し強化してくれるので、入れてるのと、魔種族で、イの言葉がなかったので、イのこうやつを、左右する。あともう一個。魔種族の「ん」の言葉に「ふざけんじゃねえ」こうやったらな、これしかなかったんで入れてる感じや。なんでこうやったら無料のガチャとかあとはもうすでに持ってる人多いんじゃないかな。なので、入れてる感じやろ。わしの手持ちだとこんな感じになってしまうな。ということでやってみよう。よし、やってこう。とりあえず、7回スゴ技を出さないといけないので、ふわーっと狙っていいだろ、これ。せい。いせい、せい。いや。これ、試して、失敗。あ、来なかった。これ、しょうがない。まあ、これちょっとウォールがあんまり削れてない。我が栄光に飛躍すがいい。順調に消したこと。俺のだけさらし。邪魔すんなら。死ね。ちょっと、来てたな。
8000個やったな。うわ、きてんな、これ。うん。しまいにしてまい。半円にしよう。これでいこう。シャットさせない。よし、そしたら、よし、よし、なに、ここ打とう、ま、曖昧はないの、曖昧になったらこれでなんとかなりそうです。あぶねえ。今のちょっと危なかったな。曖昧なかったっけ。よし、あとちょっとですね。ずっとボムは解除できたんで、そんなに怖がることないな。聖剣ダイエも良かったか。あ、ダイエ良かったかもしれない。サムライソード相手弱点になってんのに強いな。4万ぐらい食らったな。ここまで、進めば、あとはもう言葉を置くだけでとりあえず勝てるんからの。最初のウォールと、地雷じゃなくて爆弾を気をつけてやればなんとかなるな。そしたらこれ利用して再配、回復でちょっと満載にして、配置にして、そしたら、災害だったかってやってみよう。災害で、まあ今しまいやん、これで。まあ外栄はないな。まあいいや。一応こんな感じじゃない。サムライソードを満腹にしてからやるっていうのもありかもしれない。ちょっとマシ族と、A 氏族をたくさん持ってる人じゃないと、ちょっとこのデッキは難しいの。あとあれじゃない、ここじゃなくて、他のステージを、サムライソードを使えるので、属性は縛りがなくて、種族縛りなんでな。これの A 種族と魔種族の、光のやつも作り変えれるし、まあもちろん全種族に対応できるから、いいかもしんない、これ。改造体制の
ステージではこやつを使って、遊ぶのもありかもしれないぞ。ということで今回はここまで。大魔王大魔デイジがお送りしました。チャンネル登録評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。